シュタインバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属す方々タウヌス軍の市で、ある。シュタインバッハは、タウヌス自然公園の麓、ホルダータウヌスの海抜166メートルに位置する。フランクフルトの市境から7キロメートル、バート・ホムブルクフォア、デアヘイの南西7.5キロメートルにあたる。この町からは、北西は、 アルトケーニヒやグローサーフェルトベルク、南西は、視界が良ければ、オーデンバルトまで望むことができる。南には、フランクフルトのスカイラインが浮かび、晴れた日には、ハーナウキンコーグロースクロッチェンブルクの、シュタウディンガー発電所まで見える。本市は、広い耕作地に囲まれている。南東は、シュタインバッハ川の谷である。この川は、フランクフルトプラウンハイムで日田川に合流する。 この川は町の景観を構成する要素として保護の対象になっている。この川は蛇行しており、鉄道橋の手前で湿地を形成している。町の名前はこの川に由来しており、おそらく戦死時代にはすでにこの地に定住するために必要な要素になっていたと考えられている。果樹園と池垣で区切られた工作地が点在する地域西部は 自然と景観が残る広い土地である。北西部には、シュタインバッハのハイデバルトがある。シュタインバッハの北部には、戦死時代、自然堤防でせき止められた湖があった。この湖は、現在の、ボルンホールの裏手にまで達していた。この湖は、何、世紀も前に干上がった。その名残は、市有地にある二つのシュタインバッハ水源と、公園、アムアルテン税だけである。 最も古い集落は環状集落であり、現在のペーが開ける広場の噴線の周囲100メートルに集まっていた。この泉は住民に新鮮な水を供給していた。浄水道はシュタインバッハの町がオーバータウヌス郡に編入されて以後、ガス供給と同様に1954年に初めて設けられた。現在もこの広場からウンターガスセ、キルヒガスセ、 ボルンホールが伸びている。現在の市域内の土地利用について、以下の表に示す。シュタインバッハ市は、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、オーバーウルゼルの、シュティールシュタット市区、フランクフルトアムマイン、エシボルン、クローンベルクイムタウヌス。シュタインバッハ側の水と、タウヌス先山地方の肥沃なオードが新石器時代の人類を定住させ、 農耕と牧畜を営ませた。この最初の定住者はせき止められた湖の北岸に住んだ。現在のバルト通りの西で250人から300人が住んだ戦隊分土器文化の定住跡が発掘された。この他にゲベルクチャフツ州での敷地であるフィーベーク7号地にも考古学的遺跡がある。ハルシュタット時代の遺跡は 南部住宅地の建設工事で発見された。1988年9月、シュタインバッハ北西部の考古学的発掘調査で、ローマ時代の建物の遺構である、石像基礎部分が多く発見された。これはおそらく、建築複合体の小さな一部分であると考えられている。西ヨルク教会、シュタインバッハの最も古い文献上の記述は、八十九年の、 ロルシュ文書の記述である。アラホルフという人物が789年9月14日にロルシュ修道院に農地を寄贈したと記録されている。この文書にはカロリング町時代の他の記述も残されている。シュタインバッハの福音主義制御ルク協会はマインツ大使教領に属し1270年頃に建設された。この教会に関する 最も古い文献上の記録は1371年になされている。騎士フランクフォン・クローンベルクの40グルデンを建築維持費として依存するという遺言上である。シュタインバッハは1367年頃からエシュボルン教区に属した。教会組織上、マインズの聖ペーター教会主席主催区管轄課の女祭長区がこれを管理した。シュタインバッハは 1350年にクローンベルク家から領主権を購入したファルケンシュタイン博の領主権下2418年まで置かれていた。最終的には中世末期にエップシュタイン家の領主権下に置かれた。エップシュタイン家断絶後1535年にシュタインバッハはシュトレベルク博領となった。この博家はルター派の教義に基づく宗教改革を行った。 シュタインバッハは1578年に、他の3つの村と共にハーナウミュンツェンベルク博、フィリップルートビヒ1世に七入れされ、1595年には完全にハーナウに売却された。当時のハーナウミュンツェンベルク博の当主フィリップルートビヒ2世は、強固な改革派で、クーやス・レキを、エースラリージオの原則に基づき、白領で改革派を進行させた。 最後のハーナウ博予ハンラインハルト三世の死に伴い、シュタインバッハを含むハーナウミュンツェンベルク博領は、1736年に遺産相続により、ヘッセンカッセル法博領となった。1806年から1810年まで、シュタインバッハはフランスに占領され、ハーナウ公領に属し、ついで、ヘッセン大公国に属した。この貴族は、ウィーン会議後も継続された。 大綱領及びその権利継承者のもとで行政組織は以下のように変遷した。1866年から1945年まで、シュタインバッハはアルトケーニヒの山を含めてプロイセンのフォルダータウヌスに囲まれたヘッセンの飛び地であった。1918年からはヘッセン人民衆に属した。1909年にシュタインバッハ消防団が結成された。 第一次世界大戦では184人のシュタインバッハ住民が軍務に就いた。これは全人口の1、5にあたる人数であった。この戦争で29人のシュタインバッハ兵士が死亡した。1919年から1924年までフランス軍がシュタインバッハを占領した。当時フランクフルトへの合併が図られたが、頓挫した。第二次世界大戦が始まると、若い、 ポーランド人やソ連人がシュタインバッハに移送された。その後フランス人戦争捕虜が農作業の労働力として連れてこられた。1944年にこの町に二つの大宿営地が設けられた。一つは体育館のイタリア司令部、もう一つはシュタインバッハの森の運動場に作られた四つのバラックからなるロシア司令部であった。 イタリア軍は1944年1月半ばに駅のふもとのオーバー合戦に移動した。その体育館には必要な量ギリギリの藁布団が用意されていた。イタリア軍のいくつかのグループはドイツ国営鉄道に労働力として連れて行かれた。残ったものは時折地元の人から仕事を与えられたが自由時間が多く自宅にいるように感じられた。 1945年3月29日にアメリカ軍がシュタインバッハに入場し、イタリア人の帰郷を援助した。ロシア人もドイツ国営鉄道に詰め込まれた。シュタインバッハの森には弾薬貯蔵庫があった。そのコンクリート製の基礎上には現在、オーバーヘイシュタットのバルトジートルングがある。 1942年8月24日から25日にかけての夜にシュタインバッファは炸裂弾や焼夷弾の爆撃を受けた。多くの火災が発生し、ガルテン通りの学校が消失した。1944年の爆撃では13人が死亡した。1943年8月27日から26日の夜の攻撃では、 何度もイギリス軍爆撃機を撃墜した対空砲を探るため、イギリス軍大佐が離脱した。このイギリスのスパイは離脱する際、不幸にもリンゴの木に着地した。彼は足を捻挫し、職務を放棄せざるを得なかった。彼は現在のエシュボルン通りを街の中心に向かって足を引きずり歩いたが、臨チしようとする住民に囲まれた。この様子を ドイツ軍上統兵のハインリヒベイシュが見ていた。彼は、護身用のピストルを群衆に向け脅した。終戦後、この大佐は、無事に、イギリスに帰国した。後にこの救ってくれた人物の娘が、シュタインバッハで結婚する際には、熱い感謝の言葉を送った。第二次世界大戦では、58人のシュタインバッハは、死が死亡、または、行方不明になった。 軍庁所在地のオフフェンバッハームマインとの間の連絡は戦後数週間完全に途絶えた。このため町の行政はオーバータウヌス軍に管理に委ねられた。飛び地であるシュタインバッハの管理は当初は一時的な委託であったが1947年からは条例によりオーバータウヌス軍に編入された。バルター・ヘルプストが町長に就任した直後、 1962年に人口が1900人となった。拡大する社会構造はそれまでほとんど変化していなかった。小さな存落であったシュタインバッハは今や大きな目標を持った。南部に北部と同様に広い住宅用地を整備し、ここに多世帯住宅や高層住宅を建設するという目標である。30ヘクタールの住宅地に628戸が、 建設された。このプロジェクトに2000万ドイツマルクが費やされた。当時、主に若年層の家族がシュタインバッハに移り住んだ。1960年のシュタインバッハの人口は1713人であったが、10年後には7255人、1980年には1550人となった。シュタインバッハはタウネスの村から住宅都市に発展した。 住民は1956年から1968年までの人口増加率はオーバータウンス軍全体がたったの32%であったのに対してシュタインバッハのそれは270%であった。こうした発展の結果、シュタインバッハは1972年9月に都市圏を授与された。1972年の地域再編の際には、 フランクフルトアムマインへの合併が検討された。1972年4月10日にルーディ・アルントが率いるフランクフルトの市当局は合併案を市当局に申請した。内務大臣、ハンス・ハインツ・ビーレフェルトの法案にも合併が盛り込まれた。管轄権を持つ衆議会の委員会は可否同数でフランクフルトの提案を却下した。シュタインバッハは フランクフルトとオフフェンバッハに次ぐヘッセン州第三の人口密度を持つ住宅都市でありながら、現在も田舎のキャラクターを保持している。1990年代初めから、主にシュタインバッハの交通の便が悪い立地のために、こうした発展は鈍化した。シュタインバッハの住宅地,地域と地利用計画では、シュタインバッハで26ヘクタール以上の住宅地拡張を計画している。 産業用地は約6ヘクタールの拡張が見込まれている。聖母ニファティウス教会シュタインバッハはその歴史的経緯から主に福音主義の集落であった。しかし固有の教区が形成されたのは1859年になってからであった。1959年から1966年までシュタインバッハの福音主義教区はシュティールシュタットバイスキルヒエンシ教会を管轄した。 そこは、純粋に、カトリックの集落であったが、第二次世界大戦後に、多くの福音主義住民が定住した場所であった。逆に、新住民の流入によって、シュタインバッハのローマイコールカトリック信者の比率は、1964年には1、4にまで増加した。はじめは、シュティールシュタットのカトリック聖税バスティアン協会が、 シュタインバッハのカトリック信者を管轄していたが、1964年に、ローマイコールカトリックの聖ボニファティウス教会が建設された。シュタインバッハの市長者、第二次世界大戦後の市長を列記する。シュタインバッハ市議会は31議席で構成されている。ベーナー・ケル広場の泉1964年2月28日、当時ビースバーデン行政管区オーバータウンス郡に、 属していた、シュタインバッハ長は、以下の図柄の紋章を授けられた。図柄、青地に、屋根のついた金の泉と木桶、け、二つの筒から銀色に輝く水が流れ出している。解説、この紋章は、シュタインバッハの象徴である、ペーナーケル広場の噴線を描いている。ただしその外観は、時代とともに変化している。現在の都水井口は一つだけであるが、 かつては紋章に描かれている通り二つの都水口があった。ペーナーケル広場の泉は現在も新しい住民を歓迎して洗礼を行うのに利用されている。この儀式はバッハレヒツタウヘと呼ばれている。シュタインバッハの産業地区シュタインバッハには広さ14ヘクタールの産業用地がある。この他に6ヘクタールの産業用地が隣のオーバーウルゼルと 共同で開発される予定である。営業税の負荷率は320%である。2007年の営業税額は190万ユーロであった。シュタインバッハにはハイテク分野の企業が23社ある。これらの職場を合わせると全雇用の約8%と比較的高い比率を占める。これらの企業の1、3がこの町で製造を行っているが、2、3は販売。 コンサルタント業に専念している。重点は、情報、コミュニケーション工学分野である。特に、コンピューター、電子情報処理機器、電子部品、ソフトウェアの製造、販売である。また、6社が、センサー、測定、制御工学分野に携わっており、第2の重点分野となっている。医療工学、マイクロエレクトロニクス、生産技術、プロセス工学といった、 技術分野にも、それぞれ1社から2社が携わっている。シュタインバッハは、マインタウヌス・セントルム・ズルツバッハやフランクフルター、ノルトベスト・セントルムの近くに位置している。これらのショッピングセンターは、オーバー・ウルゼル、バート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエーエ、エシボルン、フランクフルトから交通の便が良く、これら地域に膨大な商品を供給している。シュタインバッハにもバーン通りに、 いくつかの商店やスーパーマーケットが存在している。計画中の開発用地、タウベンツェーン店に売り場面積1500平方メートルの新しいマーケットを建設するプランは2007年11月25日に住民の決定によって変更を余儀なくされた。実際には造成が完了した土地にエデカスーパーマーケットがオープンした。シュタインバッハでは昔から ブドウ栽培が行われていた。シュタインバッハの道沿いにあるビンゲルテという標識はこれを示している。1920年代に広い土地でのイチゴ栽培が始まり成功を収めた。品種は頻繁に入れ替えられたが、いくつかの種は数十年間作り続けられた。特産品の果実栽培もゆっくりとではあるが、増産された。シュタインバッハは三つの主要な園芸展示会で、 最高級生殖用果実の最高連邦賞を受賞した。シュタインバッハの果実栽培は決定的な勝利を得たのである。この果実はかつてはクローンベルガーマルクトハレで組合の形で販売されていた。収穫場はエシュボルナー通りにあった。現在、この場所には旅館、イルデリがある。果実は特にクローンベルガーエルトベーレンの商標で市場に出荷されている。 1960年代の建設ブーム以後、農業は作付け面積も果実栽培量も減少し、その重要性は低い。1970年代頃まで、ツームシュバーネニア、ゴルデナーシュテルンといった様々なレストランの果実種醸造所で、シュタインバッハのリンゴから果汁が絞られ、アップルワインが作られた。空港フランクフルトアムマイン空港が 15km の距離にある。 道路シュタインバッハは連邦アウトバーン A5 号線及び A66 号線のインターチェンジから数キロメートルの位置にある。これらの道路はフランクフルトに直接乗り入れていない。フランクフルトへの接続計画は挫折した。非常に交通量の多い修道 L3006 号線が街の中心部を通っている。このため40年以上の間南バイパス道路が計画されている。 自転車道及び遊歩道網は約2 0トルに及ぶ。時代の変遷に伴う道路名1900年以前、シュタインバッハには道路名はなかった。家は通りの番号で識別されていた。当時番号は、ウンター合セの1から始まり、ペーナーケル広場の周囲を時計回りに番号付けされ、エッシュボルナー通りの107で終わっていた。通りや、 承継の命名は公式には1910年から始まり、現在もそれが活用されている。例えば、町の斜面と関係づけて命名された、オーバー合戦やウンター合戦がそれである。1904年春に、大公の即地学者ホーフマンが、バートナウハイムからシュタインバッハに派遣され、シュタインバッハの測量を行った。今日に至るまで建築上の施策立案の基本と、 なっている彼の地図に、例えば、キルヒガッセ、ボルンガッセ、エシュボルナー通り、ガルテン通りといった通りの名前が付けられた。1910年からガルテン通りの開発が始まった。1925年に町議会はこの通りをフリードリヒエーバート通りと解明することを決定したが、1933年にガルテン通りに戻された。国家社会主義の時代には、 ベーノアケル広場は、アドルフ・ヒトラー広場、エシュボルナー通りは、ヒンデンブルク通りと改名され、その後バーン通りは、ヘルマン・ゲーリング通りと呼ばれた。オーバー・ウルゼルバイス・キルヒエン、シュタインバッハ駅鉄道と、公共旅客交通シュタインバッハは、ホムブルク鉄道のオーバー・ウルゼルバイス・キルヒエン、シュタインバッハ駅により、ラインマイン交通連合の S バーン網に接続している。 2016年から S5 号線でフリードリヒスドルフ、オーバーウルゼル、バートホムブルクフォア、デアヘイエ、フランクフルトアムマイに直接行くことができるようになった。この S バーンは日中には15分間隔で運行している。シュタインバッハ駅の元の駅舎はバイスキルヒエン及びシュティールシュタットとの町境に面していたが、古戦橋新設のため1976年に 取り壊された。1950年にシュタインバッハは、フランクフルト中央駅及び、オーバーウルゼルと、初めてバス路線で結ばれた。2016年現在、RMV バス路線のヘッシシャーランデスバーン251号、クローンベルクシュタインバッハフランクフルト北西市街、及び252号オーバーウルゼルシュタインバッハ、エッシュボルン、フランクフルトレーデルハイムが運行しており、 S バーンの鉄道との接続を形成している。2013年初めからフランクフルト交通局は U バーン U6 号線のエッシュボルンまでの延長が可能であるか検討している。フランクフルト交通局はすでにプロジェクトの具体的な試案を委託している。それには現在フランクフルトプラウンハイムのヘイル通りを終点とする U バーン6号線の延長が盛り込まれている。場合によっては ヘルフイコールパルク産業用に駅が設けられる可能性もある。エシュボルン市長はこれは街の価値をさらに高めるだろうと語っている。このプロジェクトの詳細なスケジュールは不明である。近い将来、エシュボルン、フランクフルト、オーバーウルゼルの代表者という番号をテーマにした会議が行われる。ホーホタウヌス軍の緑の塔は U6 号線の延伸についてシュタインバッハと クローンベルクの駅設置を公言した。ホーホタウンス郡のオーバーウールゼル市は長らく前からユーバーンの U3 号線によってフランクフルトのユーバーンモ網に接続している。20世紀の初めにはシュタインバッハ住民の出生率は急速に高まった。エッシュボルナー通りの休校舎では2クラスの国民学校の両クラスがいっぱいになった。このため、 1907年に三つ目のクラスが町役場の会議室に設けられた。しかし二年後の1909年には三クラスもいっぱいになったため新たな学校建設が必要となった。建設工事は1909年初めに開始され町は5万マルクを借り入れた。新校舎は10月13日に教養開始された。校庭に小さな藩の木が植えられた。この木は 今も残っており、学校を超える高さになっている。国民学校は1950年代から、初めは3クラス、後に4クラスで運営されている。建設ブームに伴い、ガルテン通りに2クラスを収容する追加の仮利校舎が建設され、交代制授業が行われた。その後、ゲシュビスター・ショルシューレが建設され1966年に開校した。この学校では、 約450人の児童が学んでいる。基礎家庭学校卒業、児童たちは近隣市町村の学校に進学しなければならない。大イコールシティール・シタット統合型総合学校や、クローンベルクあるいはオーバー・ウールゼルのギムナジウムなどである。この他に2009年からホルムスマネージメントの学校が存在している。この学校は、私立のバイリンガルの学校で、現在は、 基礎家庭の児童のみを受け入れている。2017年からここにアビツーアの取得まで学べる施設が設けられる予定である。シュタインバッハには幼稚園が3園、保育園が1園、託児所が1箇所、遊戯広場が数多くある。シュタインバッハ訓練所はバウエンアグラウムバルト工業組合の中心的な地域を超えた訓練施設である。ここでは建設業、建物管理、 その他の業種の労働者協議委員会の下で訓練、教育が行われている。この訓練所ではこの他に、多くの文化イベントが開催されている。フランクフルター・ノイ・エンプレッセの地方版、タウヌスイコールザイトゥング、フランクフルター・アルントシャウの地方版、フランクフルター・アルベマイネ・ザイトゥングが、候ホ,ホタウヌス軍の事件を詳しく報道している。シュタインバッヒャー・インフォルマチオネムは、 シュタインバッハの営業者組合が観光しており、全個に無料で配布される。さらにコルマメディエン GMBH は2010年9月13日から観光している無料のローカル紙、オーバーウルセラーシュタットクリールを2011年2月28日からシュタインバッハでも販売している。産業地域に旧ユーゴスラビアからの移民向けのズートラジオがある。ラインマイン地方で 約27万人のリスナーがおり、音楽、情報、サービスなど24時間プログラムを放送している。ヘッセン放送は2008年2月初めにイエルク・ボムバッハ司会のヘッセンクイズをシュタインバッハで収録すると発表した。シュタインバッハ営業者組合の空き家になった倉庫が舞台として用いられた。1ヶ月後に次のシーズンのための撮影がなされた。レストラン、 ツームゴールデーネン、シュテルンレストラン、ツームシュバーネンパン焼き小屋福音主義、セーゲオルク教会は、ロマネスクからゴシック初期の時代、1270年頃に建設された。小さな戦闘内には2つの鐘が吊り下げられている。古い型のセーゲオルクの鐘は1622年製で、重量 125kg、音程はディスである。この鐘には、 1622年フランクフルトのヨハネス、シュナイデヴィントという名がある。もう一つがヨハネスの鐘である。この鐘は1956年12月2日にジンのリンカーショー鋳造所で鋳造された。重さは110キログラムでフィスの音である。名は1956年フランクフルトでの第7回ドイツ福音主義協会会議のモットーである。 ラセットオイヒファーズーナンミットゴッドが刻まれている。ペーナーケル広場には、この町の象徴的建造物である泉、ビュットがある。この泉は、シュタインバッハ川から直接水を引いている。これは、印象的な木組みのファサードを持つヘッセン州の文化財、保護法に基づく、文化財に指定されている2つのレストラン、ツームゴルデーネンシュテルンとツームシュバーネンの中心に位置している。 どちらの旅館も長い伝統を有している。シュタインバッハで最も古い旅館であるボルンホールのツームタウンスは現存していない。キルヒガッセには稼働可能な状態のパン焼き小屋がある。この小屋は展示会や講演会に利用されている。ここには結婚式場もある。シュタインバッハにはこの他にも歴史的建造物がある。それらには 建造年と由来を示す銅板が掲げられている。例えば、ウンターガスセニバンチの家には、フランクフルトの方言詩人、フリードリッシュトルセの教師であるヨハン・クリストフ・ディールが1782年から1856年まで住んでいた。ブロンズの表示板は、かつてのシュタインバッハを忍ばせる。旧名主のイエボルンホールの古い村長の家も、興味深く、歴史的価値が高い。 この建物は1549年に初めて名主の家として文献に記録されている。この建物はシュタインバッハで教会の次に古い現存する建物である。当時の名主の名前はノイシュタットであるいはノイエンシュタインとも呼ばれた。彼は1549年から1553年まで妻と共にこの建物の下の木座橋に住んでいた。 2階は村の住民たち全員の穀物や豆の貯蔵施設となっていた。この他のこの建物に関する記録は1765年9月16日に初めてなされている。1821年のヘッセン大広国での市町村法施行後、名主は町長に組織変更された。この頃、シュタインバッハの名誉職の町長は主に裕福な豪農であり、 自宅で公務を遂行していた。シュタインバッハには大きな都市公園が存在しない。しかし、1950年代の市街地建設により、その合間に大きな空き地が生まれた。ここに樹木が植えられた。シュタインバッハの南西端に沼がある。シュタインバッハシュタットウンとハイデバルトはタウヌス山地の遊歩道への出発点である。ヘッセンアップルワイン、カジュエンルートが シュタインバッハ市内を通っている。1969年に建設され、1981年に拡張された聖アーベルティン広場のビュルガーハウスのステージで、市は年に何度も有名な俳優が出演する演劇やキャバレー、子供向けプログラムを開催していた。このビュルガーハウスは、2013年2月7日から8日に、かけての夜間、カーニバルイベントの後に消失した。 この火災は、ステージ付近で発生し、ビュルガーハウスは救い難いほどに全焼した。2016年末にビュルガーハウスの新しい建物が、同じ場所に、同じ規模で完成する予定であるが、2015年末から2016年始め、時点では、骨格建設がなされている。費用の大部分に当たる、約400万ユーロが、火災保険とヘッセン州社会福祉都市プログラムの、 資金によって賄われた。毎年6月、生体の祝日後の週末に、営業組合により番通りで、シュタインバッハの一祭りが開催される。夏休みの第一週末には、ベーナー・アケル広場で、日曜日のビュルガーショッペンがある。夏休みの最終日曜日には、視聴者コンサートとのみの市が開かれる。10月の第二週末は、聖アーベンティン広場でのシュタインバッハの協会祭。 アドベントの第一週末はベーナーケル広場及びキルヒガスセ周辺でクリスマスマーケットが開催される。1992年から2006年まで IGBAU 教育施設でシュタインバッハのカルチャーサマーが開催されていた。このイベントではソウル、ジャズ、サルサのグループが演奏を行う。シュタインバッハには郷土博物館がある。 この博物館はパン焼き小屋の地下にあり、週末に開館している。本市には、図書館が一館にある。シュタインバッハには、アルト系ニヒハレ、フリードリヒヒルハレ、シュールトゥルムハレの3つの体育館、400メートルのランニングコースを持つ、芝生広場、2つのアンツーカーグラウンド、テニス場、テニス、乗馬ホールがある。水泳プールは1990年代に閉鎖され、売却された。 空き地に大規模な水浴地を建設する計画は進行していない。自転車クラブバンダールスト1905はサイクルフィギュア部門及びローラースケートフィギュア部門で何度もドイツチャンピオンやヨーロッパチャンピオンになっている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。